とある犬の長い旅。人間ってのは何でも宇宙に捨てっぱなしだからな。仕事で拾う身にもなってくれや。衛星やらロケットの部品やら。つまりあなたはスペースデブリの回収屋さんですか。うちは代々な。オイラのじいさんなんか捨て犬まで拾ったってんだから。宇宙でですか。さすがに犬は捨てんでしょ。ほら、そん時の写真。ライカ。とある犬の長い旅。そんなに有名な犬だったのか。人類より先に初めて宇宙を旅した犬。元は野良犬だった彼女は僕たちのスターです。1957年、当時のソ連はスプートニク2号にライカを乗せ、地球軌道に片道切符で打ち上げました。片道。東西冷戦中の宇宙開発競争による悲しい歴史です。本当に星になったと思っていたけど、じゃあその後ライカは普通に予選を。いや、実は政府がその犬を欲しがってな。あの頃惑星間ではタイムマシンの開発競争が激化していて。まさか。当時のタイムマシンはまだ過去に戻る技術もいつの時代に着くかもわからない代物でな。実験でライカは片道切符で未来へ飛ばされたんだ。まさか。とある犬の長い旅。ではでは、またもライカは消息不明のまま人知れず亡くなったということですか。ひどい、ひどすぎる。いや、タイムマシンがどこに出るかはじいさんから密かに聞いていてな。1年前オイラの代で無事に回収した。1年前。今はオイラが大事に飼ってるよ。というか見なかったか、今も後ろの荷台に乗ってるんだが。もう狭いところは嫌なんだってさ。